どうもコブラです。今回は終盤で手に入れることができるブッチャーズフレイルの入手方法と武器解説についてやっていこうと思います。こちらはパッチが入ってやっと入手ができる武器となります。まずはじめにザ・アンクリーン・ワンに関して言うと、いきなり戦闘するのではなく最初からスニーキングして下の階におります。こちらで普通に戦闘するとデバステーターを入手することができます。今回はブッチャーズフレイルが、パッチで適用されたので、こちらの地下に向かいます。しばらくですね、壺に隠れます。隠れると画面が暗転してザ・アンクリーン・ワンがですね、地下に降りてきて、なんか磨いてるんですけど、それでこの壺を割るとですね、ザ・アンクリーン・ワンと戦闘が始まります。こんな感じです。ザ・アンクリーン・ワンに関して言うと、攻撃に関しては地面をこう叩くモーションが新しく追加されたのかなって感じがします。その他の攻撃に関しては通常通りとなります。お尻を狙えばですね、弱点なのでなるべく狙うようにしましょう。こいつを倒すとブッチャーズフレイルの素材が手に入ります。ブッチャーズフレイルを入手する方法としては、まずスニーキングして地下に行って壺に隠れて、画面が暗転したらザ・アンクリーン・ワンと戦闘して、これでまた死んだらですね、また最初からなるんで、しゃがんでまた壺に隠れて暗転してザ・アンクリーン・ワンを倒すと、これでブッチャーフレイルのクラフト素材が入手可能となります。こちらのブッチャーズフレイルについては、ステータスについては初期からの段階で作るので、ダメージはメモってなかったので、クリティカルヒット率が 5% でタイプはフレイルとなります。攻撃時に 35% の確率で対象を腐食状態にして5秒間アーマーを 20% 低下させます。チャージアタックだと 100% の確率で腐食状態となります。こちらのブッチャーズフレイルに関して言うと、相手を5秒間アーマーを低下させるので防御を下げてからですね、切り替えて攻撃すると効率よく攻撃ができると思います。今回は終盤で入手できる武器、ブッチャーズフレイルの入手方法と武器解説についてやっていきました。こちらのブッチャーズフレイルに関して言うと、パッチでやっと手に入る武器となります。前は手に入らなかったんですけど、パッチでようやく適用されたので、武器を使ってみたら結構良さそうだったんで、おすすめの武器となります。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。